朝やったら、へえ、ズッキーニ、ズッキーニやん。ズッキーニはね、今元気なんですよ、この子たち。この葉っぱに白いなんか模様あるでしょ、これ元気ですよっていう合図。へえ。それは元気ですよっていう合図。うどんこ病ってあるのやな。うちのバラもうどんこ病になって。なる。うん。でもこのズッキーニってね、イタリア料理には欠かせやんやんか。うんうん、でもなかなか和歌山では買えやんやん、うんうん。これはほんまに喜ばれるんちゃう。そう。すごい今ねどんどん人気で、うん、結構農家さんもいろいろ作ってきて、うん、最近は三色コーナーでもよく見るね。へえ、うん。増えてきた。いろんな色もあるし、あ、いろんなっていうか黄色とか緑とかこう。カラフルなやつとか、あとは形も面白いやつとかもあるしね、うん、ズッキーニってこんなになるんやな、うん、なあ、ほんと見ることないよな。小花、雌花があって、うん、朝受粉してあげる、あ、してあげる、してあげるこれは、うん、雌、雄花、雄花、うん、で、朝花が咲いてあるんやけど、うん、こう、めくってあげると、うん、花粉がこう、もっとどっさりついてて、それを、うん、雌花、うん、これ実がついてあるね、うんうんうん、の雌花の花が咲いた時間に、うん、まあ開いてあるからこう、うんうんうん、でここに花粉をこうやってつけてあげるよね、うん、毎朝すんのか。そう、毎朝こうやって毎朝そこまで手間かけちゃうの。そう、でも、うん、蜂が飛び出したらもう蜂にお任せ、うん、へ、蜂が飛ぶまではこういう作業を毎日やる。ほんま大変やな。なあ、子育て子育て。はあ、ほんまに忙しいな、こんなことしてたら。そう